私のね、あれ配信できてることになってる。あれでもコメントが出てこない。ちょっと待って、あれちょっと、ちょっと8で配信ができない。なんでだろう。うん、あ、これでいけたんじゃないか。あ、来た。配信できてるかな。あのね、なんかもう一回配信、なんかそう、完全にね、配信終わったやつだったから、えと思って、よかった。明日の配信予定をちょっと今ツイートしました。よかった、ビビった、やばい、配信できないと思って、めっちゃビビった。よかったよかった、危ない危ない。ギフトありがとうございます。ハートありがとうございます。あ、ツイートしよう。ありがとうございます、ギフトありがとうございます。そう、明日コスプレ配信をやるんですけど、なんか家にあるものいろいろ着てみようかなって今んとこ思ってますね。一応考えとしては、せっかくいろいろ衣装を持ってるんでね。ギフトありがとうございます。ハートたくさんありがとう。クマさんもありがとうございます。稲穂とかレインボースターとかもね、ありがとうね。あ、なんかバグっちゃった。やばい、バグってますねこれ。あ、バグったね。やばいやばい、バグった。どうしよう、やばい、バグった、やばい、どうしよう。ちょっと一回もう一回やるか。うん、なんかもう8ダメなのかもしれないな。ありがとうございます。コメントが読めなくなった。配信にして、こんにちは。ちょっと11にしようかな。11の出番かもしれない。ずっと8で配信してるけど、いけるか。そう、何度も瞬間移動してるね。ありがとうございます。いや、そう、そっちは多分大丈夫だと思うんだけど、こっち側がコメントが読めなくなっちゃう。中、ありがとう。イレブンなんかこの辺に置いてなかったっけ。あったあったあった。これを充電させてあげよう。今もう充電がないんですけど。よっ、うわー、あ、抜けちゃった。よいしょ。皆さんこんばんは。今日はね、お仕事を
日行ってまいりました。途中でねカラオケ配信しに帰ってきたりとかしたんですけど、楽しく配信もできて楽しくお仕事もしてまいりました。さっきねエッサ NGT をね収録してきて、一緒に今イベントね頑張ってるはるちゅんと花江と3人でしたなんか後輩2人とやはエッサやるの初めてかな、どうだろう、なんか初めてな気がするんだよね、どうだったかな。うん、ギフトありがとうございます、たくさんありがとう。そうそうなんですよね、交付祭2人初めてだった気がするんだけど、そうで、それで そう2人を引き連れてねうん楽しかったですよ。10月の2日、来週月曜の放送分でございます。あとね、まあ、ところどころ告知されてたんですけれども、10月の7日に柴田、西柴田でね、社学画像が、あ、これだ、松木ドライビングスクール新潟西柴田校で SINGT の公開収録があります。そしてトークイベントもあります。はい、10月7日、私の燕三条のおしゃべり会の、おしゃべり会の日の午前中なのかな、午前中じゃないです、昼過ぎです昼過ぎでした。そう、ぜひね、入場無料なのでよかったらお越しください。そう、私のおしゃべり会がそう遅い部なんですよ。だからおしゃべり会前に柴田でちょっと遠いんですけど、燕三条と、でもぜひね、同じ道なんで私も同じ、なんですか、同じ、なんていうの、通る道は一緒だと思うんでね、よかったら、なんかね、いろいろやるらしいですね。なんかじゃんけん大会とかやるかもみたいなこととか言ってたかななんかもらえるかもしれない、いいものが。メンバーはマナとリリノと3人でございます。なんかこのメンツ的に私リーダーやりそうじゃない、どうだろう、逆にリリノかもしれないけどねリーダーやりそうだなと思うんですけど、今後のメンツだと。でギフトたくさんありがとうございます、ありがとう。投げほっぺまあひのちゃん車の免許持ってないんですけど、うん、燕三条行きます、よろしく、あー、やった、ありがとう。うん、そう、なんかね、いろいろ楽しそうなイベントでございますので、まあ、ちょっと、10月7日ね、まあ、お忙しい方もいらっしゃると思いますが、 DD とか DD とか DD とかでもよかったら遊びに来てください、楽しいイベントにします。ギフトありがとう、ありがとう、いっぱい方、ハート顔づかみ勝手にポーズを生まれていく配信。さて、まあ、そんな感じで、S さん NGT の告知と、あと、まあ、だから結構ね、いろいろねありますよ。そのこのショールームイベントが終わった後もマルドリアップさん出演させていただくし、 S さんのねあるし、 S さん放送があるし、公演もあるし、5日にね、で10月7日は公開収録とおしゃべり会、10月8日はねプロセカのコネクトライブを見ます私が
で10月12日にも劇場公演があるので、かなり10月の頭もね、なんだかんだね、いっぱいギュ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 ッと詰まっておりますので、押してください、押してくださいプロセカは全く私は関係ございません。うん、そう、いや本当にお仕事とね、ギフトありがとうございます、ありがとうございます、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ふふ、よけんさんこんばんは、こんばんは、よかったらね、あの通りがかりの方とかキラキラ星を投げてくださると、ショールームイベント中ですので嬉しいです。ハートもたくさんありがとうございます。ハート仮面なんか虫みたいはい、ありがとう、くまちゃんとかね、ありがとうございます、よいしょ、ありがとうございます、ろうそく、ろうそく、ありがとうございます。あとは、あ、明日のイベントは、イベントの配信はさっきツイッターでも言ったんですけれども、明日の配信予定は朝7時45分から8時15分朝配信、コスプレ配信として12時から12時45分起きれるかな心配なんですけど、一応ね、メイクした状態じゃないと成り立たないと思うんで、ちょっと悩んでますけれども、果たして私はその8時15分終わりで寝て、で11時ぐらいに起きてメイクするっていう可能性がある。でコスプレはあるものをいろいろ着ようかなって思ってますね、いろいろ、なんか、うん、まあ、45分間しかないのでどんぐらいできるかちょっとわかんないんだけど、で8時半から9時45分これね、ちょっと時間短くしました。で今日配信してて、その分コスプレ配信回したんだけど、なんかまあやっぱベストは1時間なのかなって思って、まあとはいえだったので1時間15分間縛りカラオケ配信、この縛りは他のね、AKB さんと NGT のうちの曲以外の楽曲だけで、そうだからうちの楽曲歌わないカラオケ配信のつもりでございます。はい、あ待って、固定コメント書いてないわ、ちょっと待って直すわ。明日朝は7時45分から8時15分うん、OK ですね。で、11時半から24時お休み前配信、まあ今みたいな配信ですね、まあ、雑談しながら、まあその日の振り返りだったり告知事だったり、まあなんかいろいろもろもろ、あと告知事といえば、ですね、推し駅プロジェクトの4駅目を公開されました。私さ、公式のツイートをさ、引用リツイートしようと思って待ってるんですけど、まだちょっとされてないので、ちょっとそれ次第なんですけれども、ツイッターは。そう、萌えちゃん。が、妙高高原だっけな、そう妙高高原駅、長野に近いというので、ぜひぜひ
よろしくお願いします。ギフトありがとうございます。ありがとう。うん、そうね、そんな告知事といえばそんなことかしら。公演ってさ、まあね、生写真とかもね普通に私は把握してるのであれを投稿したりとかもするんですが、公演はもう受付開始終わっあと10分ですね。10月5日の、公演の申し込みがあと10分ぐらいでございます。私出演させていただきますので、3期からルアちゃんとユーハが出るます。12日はもうちょっと先でございますね。12日は10月1日か10月2日、今日まででございますので、まあちょっと忘れてたよっていう方はぜひぜひよろしくお願いいたします。スタバの新作出たよ。どういう告知やねん。いいの、ちょっとお札バター食べ損ねたわ。お札バターってもうないの？お札バターってもしかしてもうない？スタバ9月22日よりスタ違うな。お札バターってもうないの？ありそう。まだあるやん、スタバのお札バターで。新作は何なんだい？スタバ、チョコレートムース。あ、それはそれで美味しそうだな。チョコレートムースラテ。え、ん、あ、フラペじゃないの？フラペチーノじゃないってこと今回？あ、フラペチーノじゃないっぽいな。フラペチーノね、お腹痛くなるからさ、寒くて。だからあったかい方がねこの時期はいいですよね。ギフトありがとうございます。ちょっとお札バターは飲みたいな。なんかアイドルとして、流行として。あ、ギフトありがとうございます。あ、クマタワーありがとう。パカーンってなってた今。パカーンってスパパカーンってかぐや姫ってこと？竹取の沖縄というものありけりってこと？え、ようよう白くなりゆく山際って竹取の物語だっけ？あれ、ようよう白くなりゆく山際って違ったっけ？ありがとうございます。あ、それは違ったか。なんだっけ、竹取の沖縄なんだっけね。あ、団子もありがとうございます。ハートもありがとう。少し明かりてみたいな。春はあけぼのだ。全然違うやん。春はあけぼのや。それは確かに竹取の沖縄なんだっけな。枕草子の、そっかそっか、竹取物語はじゃあ違うわ。美しゅうていたりか。それだけやん。覚えてない。あの、三村さんは国語得意だったんですけど、古文漢文はねマジでねわからないんですよ。まあ、なんかありよりはべりまそがり的なさ。そう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 、全然違ったわ。うん、ね、ギフトありがとうございます。クマさんもねありがとうございます。稲穂じゃないんだったこれ。お星様もキラキラ星もありがとう。でも覚えてる。まあね。まあね、口が覚えてるだけよ。野山に混じれて竹を取りつつだ。そうだわ。なんだっけ、野山に混じれて竹を取りつつ、なんだっけ、
あーもう思い出せなかった。そう、私これ稲穂っていうのちゃんと理由があって、私が新潟にちっちゃい頃住んでた時の一発ギャグじゃないけど、なんかよくお母さんが言ってて、んお母さんがそのお母さんに言われたんですけど、なんか稲穂見るたびに稲穂ってやる、なんかネタなのか知らないんですけど、やってたらしくて、私が稲穂って、だからちょっと稲穂の印象が強くて、そうギャグなのか知らないけど全然わからんけど、稲穂っていうギャグがあります。私だから新潟住んでた頃は小学校3年生までなので可愛いですよね。でも小学校3年生当時なんてさ、自分はさもう大人だって思ってたよ。みんなもそうじゃない？結局さ、小学校 1,2,3 年生、まあ1年生の時はまださ世間のこと何も知らないさ、お子ちゃまだと思うんですけど、まあ、小学校3年生ぐらいになるとさ、なんかもうさ自分一人で何でもできるもんみたいなさノリであるじゃないですか。でそれで小学校6年生になった時に、わー小学校の低学年の頃なんてマジでちびっこだったなって思うわけじゃん。で中学校入って中学校2年生くらいになった時に小学生ってマジで本当にまだまだが緊張だなって思うわけじゃないですか。で高校生入って、わ小学生の時とか何やってたんだよ、中学校だってまだまだ子供じゃないかって思うじゃないですか。で大学入って、私は今大学3年目の年ではあるんですよ、まあ大学行ってないんですけど、高校生って子供だなっていや子供ではないんだけど、別にもうでもいや子供だなって思いますね。なんか年ってそういうもんなんだなって、多分みんなは私のことを子供だなって思ってるでしょう。いやでも人生何周目だから、私その分子供じゃないです。ええ何違った、ギフトありがとうございます、ハートたくさんありがとう。いなほ、昔からね顔が大人っぽいって言われるんですけど、なんか日本人の定説的には日本人でよくある話としては、いなほ、稲穂とハートがいっぱい入り混じっております。なんか子供の頃大人っぽく見られた人って、大人になってまあ本当にだからママパパ世代とか、ママパパ世代ちょっともうちょっと上か、まあ、なんていうの、本当にいわゆる大人、アラサーとかアラサーとかアラフォーとかになった時に年齢が分かんなくなるタイプが多いらしくて、そうだから今童顔って言われるような人って子どもの頃は逆にすごいなんか年老いてるじゃないの、大人びてるように見えるんだってさ。女優さんとかそうってよく言うんですけど、よく言われてるそうなんですけど、ひのちゃんはそれの片鱗を感じると、加入する前からよく言われてたので、加入してからもよく言われるので、私は年取らないのかもしれません。やっと、やっとやっと、まあやっとね、こう顔が年齢に追いついた、逆ですね、年齢が顔に追いついてきたのがここ数年の話で、2018年に私高校1年生で15歳だったんですけど、あれマジでね高1にはちょっと見えないかなっていう感じだった。まあ今はもう大人びてる高1なんていっぱいいますけど、まあ中3かって言われたら見えなかったかな、ドラの時にこの子中学生です。まあ特に私は顕著だったのは小学生の時なんですけど、変わってないです私正直、小学生と、あまあ黒髪だから全然違うけど、顔の何造形的には何も変わってなくて、メイクを覚えて、メイクを覚えただけ、結構だから変わんないねって言われます。目がしょぼしょぼしてきたそう、身長も伸びてないしね、158でずっと、みんなに言ったっけ、
太陽弟も170あるんだけど、言ったっけこの前3ヶ月前ぐらいに抜かされたんだよね。3、4ヶ月前ぐらいに抜かされたんですけど、確か、え、うん、半年前、まあ半年前ぐらいか、多分中1だよ。中1で170センチ、169か170出てたかな。そう、ドデカでございます。半分ぐらいが足です。持ってない。あの、もともとね、三村家って足の体に対して足が占める面積がどちらかといえば多い骨格なの。胴が短くて足が長いタイプの骨格で、まあ、あの、分かりやすい言葉で言うと骨格ストレートなんですけど、パパもね、ママも多分そうでだから弟はちゃんと筋トレもしてて、本当にただ足が長い人になってますね今のところ。そう、羨ましいな。ひなもちょっとあと5センチぐらい身長が高かったらもうちょっと景色違ったような気がするんだよなということで壇上読みましょうか。本日もありがとうございました。それでは、壇上読みます。13位つよさん、12位いぬくんさん、11位のりさん、10位新潟イズラブさん、9位よったさん、8位むっちゃんさん、7位さとしおんさん、6位ひよりげたさん、5位しんいちさん、4位突破球さん、3位星太郎さん、2位とうこさん、1位いちたさん、ありがとうございます。皆さんギフトありがとうございました。たくさんね、細かくね 1.2 倍になるようにね、細かいのをいっぱい投げてくださってる方もねいらっしゃると思うのでありがとうございます。タワーとかもね、クマタワーとかもありがとうございます。ハートとかも本当にありがとう。みんなキラキラ星とかもありがとう。投げほっぺそれでは、また明日朝7時45分に私が起きれるように頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは皆さん、今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他もろもろお疲れ様でした。また明日、おやすみ村、バイバーイ。みんなありがとう。明日もよろしくね。まだね27秒あったわちょっと早かったかもしれない。うん、寝ます。ちゃんとみんなもいい夢見てください。投げほっぺバイバーイ。